イドル体験コーナーなんてあるんだ。どんなことやってるのかな。あれ、ルビーよりちっちゃい子ばっかりだ。スクールアイドルが好きな人のためのイベントがあるって聞いたんだけど。ルビーちゃん、どうしてここに？ルビーちゃんうっかりさんだね。ネクストスクールアイドルフェアは小中学生対象のイベントなんだよ。花代ちゃん、かなたさん、それにあなたも。小中学生対象のイベントだったなんて知らなかった。みんなも間違えてきちゃったの？もしよかったらどうかな。花代ちゃんのアドバイスはその人にぴったりなんだよ。かなたちゃんもこれからもっと頑張れそう。そやこれからも一緒に頑張ろうね、ルビーちゃん。うん、頑張ルビーだよ。おお、知らないうちにたくさんの人に囲まれてる。かなたちゃん、照れちゃうな。そうなんだ。ちょっぴり緊張しちゃうけど、すごく嬉しい。皆さん、今日はイベントに来てくれてどうもありがとう。私たちが何でも答えるから、どんどん質問していってください。が好きな人ってこんなにたくさんいるんだってすっごく嬉しかった。スクールアイドルが好きでよかった。また私みたいにスクールアイドルが好きな人が増えたらいいな。ありがとう。あなたのおかげですごい経験ができちゃった。私にも個性ってあったんだね。嬉しいな。自分の知識やスクールアイドル愛がミューズ以外で役に立つなんて思わなかった。私にしかできないことがあったなんてびっくりだよ。スクールアイドルを続けることで誰かの役に立てるなんて嬉しいな。これからももっともっと頑張らなくちゃ。あなたにももっと手伝ってほしいな。なんてダメかな。